そういう足立の足の揺さぶり走っていませんけどもそういう効果もあったんでしょうかね木村に対してはね、まあ警戒してきてるということでね、はい、おそらくデータの中で足立はノーアウトでどんどん仕掛けてくるというデータを持って中でのマウンドに立ってますから、ですから先ほども送りバントかなと疑いながらの牽制したり外したりね、いろいろして、バントを失敗したわけですけど、はい、やっぱりもうワンアウトランナー一塁になればシチュエーションとすれば当然ロッテサイドは走ってくるもんだと思って警戒してますよね、そのあたりが逆にボール先行でちょっとした指先のこう感覚を狂わせた、その辺の要因はありますよね、さあ2回に続いて得点圏にランナーを振っています。平野乗っていきました。セカンドの右抜ける。足立はホームに帰ってくる。今ホームイン。平野圭一3回の裏先制タイムリーヒットを放ちました。オリックス3回の裏1点を先制1対0。打ったのは平野圭一です。なおもワンアウトランナー1、3塁。オリックスチャンスが続きます。3回の裏。しかし平野らしいというかね、よく先ほど1球目にねかなり詰まったボンダーした中で、初球からまた積極的に行こうと、同じような感じのコースじゃありませんか、少し先ほどよりはね甘めではありますけどね、でもやっぱりこういう気持ちを前向きに持っていってる、見ようとではなくてやっぱ打っていこうという気持ちがこういう結果出ますよね。セカンドのグラブ、取り損ねではないかもしれませんけども、やっぱりヒットコースですよね。そうですね、うまくいけば取られてるということはありますけど、でも内野のコースになってますからね。そうですね。セカンドルーキー中村も懸命に追いすがりましたが、グラブに当たって打球は外野に転がっていきました。